ポリウスは、ポレス、スキーフ、DM、グラオインデックス17回 19DM としても知られる、ソビエト連邦で開発された宇宙兵器の試作機である。SDI 衛星攻撃用兵器を炭酸ガスレーザーで破壊するために設計された。貨物ブロックの設計は TKS 宇宙船から流用されたもので、 機動制御と射撃試験を実証する下記完成装置を可能にした。炭酸ガスレーザーを搭載し、敵の衛星により配備された衛星を攻撃することを目標としていた。1987年5月15日にバイコヌール宇宙基地の250射点より打ち上げられたが軌道には投入されず、実際に配備されることはなかった。なお、 ポリウスはエネルギアが最初に打ち上げた物体であった。ポリウスはエネルギアから分離後に用軸を180度、ロール軸を90度回転してエンジンを点火して軌道に投入するように設計された。エネルギアは完全に作動したがエネルギアから分離されたポリウスは予定の180度ではなく360度回転した後ロケットに点火して減速し、 南太平洋上空の大気圏に突入した。この失敗は製造期日が短期間だったので完成誘導装置の試験が不十分だった可能性がある。一方で軌道に投入できなかった理由として緊張緩和に向かい始めていた。当時の政治情勢において試験目的とはいえ新たに大型の宇宙兵器を配備することは望ましくないと。 当時のゴルバチョフ大統領が判断したことによって、意図的に軌道に乗せなかったという説がある。ポリウス計画の遺産は、国際宇宙ステーションのザーリャに再利用された。ありがとうございます。